始まりましたテニスベアチャンネルよということで、前回に引き続きスターテニスチャンネルさんで行われているプレーを真似していきたいと思います。今回は何でしょう、スライス縛りやってみましょう。これね、私スライス打てないというか練習したこと人生で一度もないので、試合中もあんまり見ないてか分からないそんな私もやってみたいと思います。キクションはスライスの経験は？スライスはちょこちょこ使います。なるほど。ただ練習ってあんまりする機会ないんですよね。だから不安です何を不安があることがあるこのチャンネルでちょっとね、とりあえずやってみたいと思います。はい、じゃあお願いします。お願いします。こういうちょっとわからない、俺をイメージしてやってみたいと思います。7-0で勝ちます、スライスで。スライスでいいなってなってる試合以前にで入ったとしてもどこに打っていいかわからない。キクションはどういうことを考えて試合した？いや、まだバックの方がやってる姿見たことあったんですけど、マッシュさんフォア一切見たことなかったんで、フォアが打たしてからすっごい苦手そうだなって思いますね。フォアのスライス打ってる人自体ちょっと素人だと珍しいのかなって。ちょっとそこも練習してみると攻撃の幅が広がりそうだなって思ったの、トップスペインとの緩急で。いろんなことできた方が相手も嫌だということで、フォアのスライス、そしてトップスピンとの緩急を教えてくれる方募集しております。よろしくお願いします。まけの方が面白い。これメインじゃないですか。こっちメインですかね。これメインだよね。意外にできるっていう。オープニングの撮り直しを確かにめちゃめちゃ面白いですけど、チームが全然見応え、見てて楽しいですね。これが草とオープンクラスのスライス合戦です。うまっ、うわっ、うまっ。